こんにちは、速稼塾の久保です。今回もいただいたメールに一般公開動画で返信させていただきます。ですんでね、ちょっとプライバシーに配慮してになりますんで、お名前はちょっと控えてということになりますけども、今回のね、ズームライブご覧いただきまして、まあ感想をいただいたってことになります。貴重な情報ありがとうございました。まあさすが後半の質問時の誠実な回答内容を学ばせていただきました。おそらく案件は内容からこれこれこれだと思われますが、正解です。ね、まあこの事業に参入されてるとは思いもよりませんでした。いやこれね、2年前実は FX のトークですよね。FX、 私も FX 当時まあ上り調子で結構力がついてきたなってところだったんですけども、その後相場解説でね、人に指導しているところ、あるドバイの億万長者で、もともと同じね広島県出身の方がね、見ててくださって、すごい高い評価してくださってね、その方はそもそも有名になった一番のきっかけは FX とかその本を出版したことで、テレビとかね雑誌とかにもものすごい取り上げられて、そっからまあなんかこう億万長者伝説がこう始まっていって、まあ今 FX というよりも別のね大きな投資事をしてる方なんですけども、まあその方とね FX の Q&A のそのズームライブをして、そこにも30人ぐらいが参加してくれたんですよね。でそれでいろいろで FX の話が終わった後で、ところで FX どうしてもなんか苦手だっていう人に、なんか美味しい案件ないんですかって聞いたら、あタイミングよくね久保さんそういう時にねあるんだよって言われて、でこういうのがあってね、これから携帯電話の切り替えがどんどん始まって、で総務省もこう資格をね出してるから、それに乗っ取ったらいいんじゃないの、で久保さん いくら携帯電話使ってますって言うから、いやそれがねよくわかんないんですけど、この前調べたら毎月3万ぐらい使ってたんですよって言ったら、って驚かれて、さすがにそれ3万も使ってたらお金の管理ができるお金持ちの次のフェーズにはいけないよって言われて、ああなんかすごい真っ当なこと言われたなと、またね、ああ確かになと、自分の使ってる携帯電話の料金がわからないっていうのはこれは問題だなと思ったんですよ。で確かに3万円毎月毎月ソフトバンクで引き落とされていたんで、じゃあ今回ね切り替えることによって安くなるんだったらそうしようかと思いますっていうふうにすると、まず利用だけだったら4,860円になるわよっつって、ってびっくりして、絶対買えますって言ったんですよ。で久保さんだったらきっと同じようにね、たくさんの金額使ってるんだけども本人自覚してない携帯電話の利用料金のこと知ってる方、そういう方知ってると思うんで、同じように紹介したらみんな喜ぶわよって言うんでね、喜ぶわよっていうところからね、女性だっていうことが分かると思いますけども、女性の億万長者なんですけどね。でその方がそういうふうに言ってくださって、確かになと思ったんで、その時ライブ放送に参加してる人に、みんな4860円以上に携帯電話の料金使ってる人がいたらまず切り替えてみないっていうふうにお話して、まあ後ほどね連絡いただいて30名以上の方が参加したんですけども、まあこの代理店方式なんで、まあ、いわゆるネットワークの形になってるんで、私がまず登録したらその30名ぐらいの方はダウンラインにバッとね並んでくれたんですよね。でその一つが、その一人が昨日のライブ対談の香水さんだったんですけども、香水さんがねお話してくださったように、だからこれ参加して私もねまだね2年経ってないんですよね。1年半とかそんなもんなんですよ。で最初の賞味ね6ヶ月ですよ、何回やったの、そのズームのライブ放送込みでね、6ヶ月ぐらい、わからないなりにね新しくサインした方のサポートをしたりとか、サポートラインを運営したりとかしていろいろやってたんですけども、まあ初月からねおかげさんで30万ぐらい入金があって、あ最初からこれ利益になったなと、毎月3万払ってたのがこれから毎月30万入るのかなと思ったら、まあその30万の部分はねスタートのコミッションとかがあったんで、当然30名ぐらいの方が一気にサインしてくれたんですよね、いろんなコースで。まあ、だからあそれはずっとじゃないなと思ったんですけども、でもね10万円とかを切ることはなくて、要するに10万とか20万とか30万とか10万単位の売り上げが毎月入ってくるんですよ。で携帯電話の利用料金なんで別に誰もやめないじゃないですか、他よりも安かったら、もしくは儲かっていたらという感じで、だんだん派生して、格安 SIM 携帯で毎月1000円とか2000円しか払ってないんだけども、でもこれが収入になるんだったらやってみたいっていう方が切り替えてくださってね、最初は費用負担がぐんと上がるんでやばいと思うらしいんですけども、だからこそ稼がないとなっていうことで、携帯電話料金を安くしたい方、もしくは携帯電話の利権で
勝ち取りたい方っていうのがどんどん参加してくださって、本当ね3ヶ月とかしないうちに2000人ぐらいまで、あ1000人か1000人ぐらい増えたんですよね。で私ね1000人のネットワークビジネスの代理店ビジネスの会員さんを募ったのって5年がかりっていうのが1回あったんですよね。そんなにたくさんネットワークビジネスはやってないんですけども、私もやればねネットワークビジネスはいつも勝つんですよ。勝つっていうのは何でかっていうと、紹介を出すこととサポートをちゃんとすることをやってれば組織は伸びっぱなしなんで、で組織ができない人は紹介が出せない、もしくはサポートが苦手なんですよね。だからその両方をきちんとやる、つまりは人間関係を作るのが上手だったらね、ネットワークビジネスは人間の関係のビジネスなんで、まあそもそもビジネスって人間関係を大事にするビジネスじゃないですか。だから人に責任を持って商品を売るのが苦手っていう人はこれはビジネスできないです。目の前の人にね、これ3万です、5万です、10万ですって言ってお金をもらいながら何か商品を、ね、売りつけるんだったら、その100倍ぐらいのね恩返しをするつもりで付き合っていかないといけないし、その方がもし不安に思ったら引き止めることなく、あじゃあここまでにしときましょうっていうふうに、お話しすることと、あといくらかね自分がお支えしようとしているビジネスとか商品とか会社とか人に対してこれからこうなると思って見解もお話した方がいいんじゃないかなと思います。確たる証拠を持ってね、でそれに乗ってくださる方に全力でサポートということですね。まあいろいろと長い話をしましたけども、そんな感じで今回の携帯利権もぐんと伸びました。でまだ2年も経ってないってことは、今から参加しても似たようなもんですからね。2年前に参加した人本当に似たようなもんです。そればかりか短期間でこれだけでかくなる、この伸び率があるってことが分かったから選びやすいと思うんですよ。だって2年前分かんなかったですからね。これから来るよって言われただけでなんかね本当に来るかどうか分かんないし、来るにしても自分が、その上りのエスカレーターで活動しないとね、最初はこう自分で何かをやらないといけないんですよ。でだんだん乗ってきたらだんだん手を離しても大丈夫になってくるんですよね。ビジネスってのは面白いもんで、共通するところは自分でお店とか会社を始めました、最初は社長が一番働かないといけないんですよ。じゃないとバイトがついてこない、社員がついてこないですから。でも自分が頑張って組織を固めたら、現場を離れて別のお店とか別の会社とか別のレジャーをやってても会社は順調に回り始めるんで、もう手ぶらで収入だけ入るよねっていうところにたどり着くんですよね。で多くの方は何もしないで儲かりますっていう風なね完成形を考えちゃうんですよ。そんなわけないですからね。最初はもう自分でツルハシ持って土木工事ですよ最初はね。それは分からない業界に入るわけですから、いろんなことも覚えないといけないし、でもねやっぱりねそんなに難しくないですよ今回のは。なぜ基本的にはサポートがないんですよこれ、サポートはなんだ、まあ、いつから自分の携帯電話開通するんですかとかね、 SIM の入れ替え方が分かりませんとかね、そしたら SIM の入れ替えの動画を YouTube で検索してね、これ見てやったら簡単ですよとか言えばできますし、そもそも SIM を切り替えるための講座が最初にありますんでね、それもあれもリモートで受けれるんじゃないですか。ちょっとそこはもうだいぶ時間が経っちゃうんで分かんないですけど、私の場合は確かリモートでやったかな、うん、リモートでやったような気がするけども、会場でもやったかな、改めてつうとこですか。はい、じゃあレメールの内容に戻りますね。はい、あこの方もね同じことをやってるみたいですね。いいじゃないですか。はい、じゃあこれからもよろしくお願いしますということで、返信動画に変えさせていただきました。F さん、ありがとうございました。